どこ行った？有力な手がかりだ。必ず見つけ出せ。父さん。あいつら本当に撃ってくるなんて。こちら引きつける。その隙に君は、まったく面倒なことになったわね。でも鍵が連中の手に落ちるのだけは阻止しないと。何やれ、やっちまえ。女の人、あなたここで一体。来なさい、逃げるわよ。こっちだ、二人とも急げ。ハイカット。ニナ君、二人が出会うハイライトシーンをよくぞ演じきってくれた。程よく濡れたエロスーツもカメラ映えしておるし、これぞエロスとバイオレンスの融合じゃ。で監督、開口一番セクハラ発言はいい加減やめてもらえません？でもゴッチ監督の作品に参加できて光栄です。アクションシーンの迫力はさすがですね。それをミシェル役で演じきれるあんたも大したものさ。ドミニクさん、おばあちゃん。おお、ドミニクさん、わざわざ現場まですみませんな。いいってことさ。私は現役の頃から現場主義だからね。孫娘の働きぶりも間近で見れるし、またとない好機だろうよ。いやあ、私も気合い入れないとね。今をときめくトップ女優の二人に、演技指導で往年の名歌手ドミニク・ランスターが参加。この映画とんでもないことになりそうだな。ゴールデンブラッドと狼たちの鎮魂歌のクロスオーバー作品なんだっけ。それだけでも話題性は十分すぎるけど。それはそうと、バンさん、すげえ。あの特撮の合成がこんなにスムーズに進むだなんて。タイミング合わせも完璧じゃねえか。坊主、一体何者なんだ。いえ、理科大学で研究に携わっているので、端末の操作は慣れているだけですよ。映像編集は天体観測の画像データ解析と共通点も多いですし。ほう、若いのに大した坊主だな。おい、お前らもしっかり見ておけよ。ウィース。なんでこんなことになったんだっけ。
ここがメッセルダムの港湾区か。思ったより栄えてるみたいだね。バンさんから聞いた住所は、目的地まで約200アージュと推測。うん、あの角を進んだあたりみたいだね。それじゃあ行こうか、フィオ、ゼロスも。おっと、来たか。久しぶりだな、カトル。こうして会うのは2ヶ月ぶりか。うん、通信では話してるけど、やっぱりちょっと感慨深いかな。バンさん、ジュディスさんも変わりないみたいでよかったよ。サッチもね、カタル君。でも理科大学の方は良かったの？うん、今期の必修単位は取ったからね。あとは合間にフィオやゼロスのバージョンアップなんかをしていた感じかな。処理速度が 15% 向上。カトル頑張った。さすが、うちの技術担当は優秀だな。っていうか、この子たちまた賢くなったわけ？あといくつか新機能を少々。まあそのあたりはおいおいかな。ジュディスさんの方は映画の撮影中って聞いたけど。ええ、年明けから本格的にロケ撮影が始まっちゃってね。ゴッチ監督とラム監督の共同制作にして、去年の大ヒット作同士のコラボ作品。今はゴッチ監督の撮影パートなんだけど、みんな気合が入りまくっちゃってて。悪いけど例の調査は撮影の合間ってことでお願いするわ。こっちは構わねえし、手を貸してくれるのも助かるが、そこまでして無理に動かなくてもいいんじゃねえか。首都の件、軽く聞いた限りだけでも到底放置はできないわ。カトル君も来たことだし、詳しく話してくれるわよね。うん、僕も確認しておきたいかな。わかった。手短にはなるが、改めて共有しておくか。